皆様いつもご覧いただき誠にありがとうございます。放送を予定しておりましたノーボーダー AI プロジェクトテスト放送第2弾ですが、オペレーションと AI の互換性に絡むトラブル対応中につき、真夏の甲子園はいらない出版記念総集編第2弾をご覧ください。よろしくお願いします。山本さん、ご無沙汰しています。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。出版おめでとうございます。ありがとうございます。こっちから言わなきゃいけないのにありがとうございました、実はあの私と小林さんで2人で作った真夏の甲子園はいらない、この本のを岩波ブックレットで出すように紹介していただいたのは実は山本さんでした。ありがとうございました。お世話になりました。本当にいえいえ、素晴らしい本です。ありがとう。こちらこそありがとうございます。素晴らしい本と言っていただいてありがとうございます。あの実は山本さんはこのシリーズの中で、東京オリンピックはいらないというのに関係の本を2冊でしたよね、出されていまして、それのなんかお付き合いの上で、私たちの本も出させていただきました。ちょうど一番あのなんていうか手頃な読みやすい分厚さというか形の本になったと思って、私もだから小林さんもあのこれ喜んでおります。あのなんか小林さんはこれが決まった途端に狙い通りというふうに言っておられましたんでありがとうございました。山本さんどうでした、あの本を読まれた感想としては。あのお二人とも長い間ずっと高校野球に関して問題をお持ち で、はい、で僕も大学生の頃からお二人のねご意見をずっとメディアで、はいはい、勉強させていただいて、それで今研究者になってるんですけれど、ね、その長いお二人のこう高校野球問題との格闘、長いさまざまなこの問題との戦いっていうのかな、そういうものが存分に詰まってるなっていうふうに思いました。改めて勉強させていただきました、高校野球の問題点について。なんか我々が喋るとどうしても自画自賛になってしまうのが、あの山本先生にあの喋っていただいて本当にありがとうございますあのまあ、あの小林さん、もう書きたいことは全部書いたと言いますか、それともまだまだあるっていう感じですかね。あの今まで自分でこう認識していたことはほぼ書かせていただきました、で書いてみていろんな人たちの反応を聞いてね、あの改めてあの思いつくこと、はい、もたくさんあって、これはやっぱり始まりだなというふうに思います、はい、なるほどね。やっぱりこっから始まっていっていろいろ話し合いができできないといけないですよね、本当そうです ね。あの僕らはこうじゃなきゃいけないということを書きたかったわけじゃなくて、はい、まあ一生こう投げて今波が広がっているかどうか、そこでいろんな人たちからアイデアが出てきて、はい、なんか新しいものが生まれるっていうのがあの本当の願いなんですよね。そうですね、本当そうですよね。今甲子園というか高校野球ではトーナメント戦ばっかりやってますけども、やっぱりリーグ戦の方が重い、いいじゃないか、何回もできる方がいいじゃないかっていう声も結構出てきてますからね、今高校生の間で。だからそういう形でどんどん話し合いを私たちもやっていきたいと思います。真夏の甲子園はいらない、小林さんとお二人で力を入れて出しましたが、山本さん、これ読まれて一番こうなんて言いますか、印象に残ったというか、一番こうあの問題だと思われたこと、これは どのあたりで感じられましたですか。まあ随所に、まあ僕自身やっぱり高校野球今抱えている問題が、はい、まあ整理されているっていう意味で、はいはい、まああの本当に勉強になるなって思いました。はいはい、それでこの本のやっぱいいところは、はい、まあもちろんそのこの分量ですよね。ああコンパクトに収まっていて、それで680円で買える、はい、これだと高校生でも買うことができる、はい、うん、でこういう書籍のいいところは読んで終わりじゃなくて、この書籍が何て言うんだろうな、一つの媒体メディアになって問題を共有していくための手がかりになっていく、はい、だからいろんな場所でこの本を読む、いろんな場所で読書会が行われる、うん、でできれば高校生のベンチや授業の中でこういう本が読まれる、うんうん、そういう意味ではすごくこのコンパクトさと
内容がきちんと整理されていることと、あと値段がやっぱ現場の人たちも手に取りやすい、だからそういう意味では社会の中で共有していく、これは共有すべき問題なんだっていうふうに、はい、あの小林さんが最初波紋のようにっておっしゃってましたけど、はいはい、だからこれは本であると同時に、なんていうんだろうな、みんなで問題を共有していくための手がかり、はい、うん、人が集まる道具、うん、問題をみんなで共有して集まって話そうぜっていう時の道具として捉えた方がいいんじゃないかなっていう思ってます。もちろん内容はこれでいろんな問題勉強できますけれど、うん、人が集まるためのメディアになるんじゃないかな。なるほど。そんなこと僕この本には期待してます。いや、ありがとうございます。小林さん、我々の言いたいことを山本さんが言っていただいたんですが、どう、本当に。いや、だから今お聞きしてて、本当に今頃ね、高校の野球部でこの本どんな話題になってるんだろう、あるいはなんてなんか、はい、部室にねこの本が1冊でも2冊でも転がっているのか、お前これ読んだっていう話が始まっているのか、はい、それがちょっと気になりました。なるほど。でもし始まっていないならば、そういうところに配りに行かなきゃなとか思いましたけどね、はい、そうですね、やっぱり本当あのできるだけそういうところに配りたいという気持ちが、あるんですが、私が一番配りたいところは、築地にある朝日新聞の本社であるとかそういうところにも配りたいなと思ってるんですが、山本さん、そのあたりメディア、マスメディアの問題というものを私はあの後半第3、これの第3部でまとめて書いたんですが、それはどう思われましたですか？いや、これはもう玉木さんのこれまでのそのジャーナリストとしてのいろんな戦いが詰め込まれていて、うん、やっぱり当事者ですから、そのイベントを主催していく人たちですから、はい、やっぱり都合の悪いことはまあ蓋をするっていうことは仕方ないなと思うんですね、うんうんうん、もうそれが日本の近代のメディアスポーツを作り上げてきているので、はいはい、で僕このお二人のこの本が何がこれから大事になってくるかっていうと、僕もオリンピック批判の本を出した時に、はい、山本先生はスポーツ嫌いなんですかって問われるんですよ、はいはい、そんなにオリンピックを批判するってことはスポーツ嫌いなんですかって言われるんですね、うん、でもこの本を読んで一番よくわかるのは、お二人とも野球大好きじゃないですかもうで、じゃあその野球ってどういうものなのかっていうのは、まあ、うん、やっぱ読んでいただくのが一番、はい、でもお二人とも野球への愛があふれているからこそ、うん、この問題に目をつぶることができないんだよと、うんうん、野球を愛してるからこそ高校野球をきちんと考えたいんだと、はい、でこれを多分誤解する人たちが多分出てくると思うんですね、うん、あの二人は野球なくなっちゃえばいいんじゃないか、野球いらないって思ってんじゃないか、うんうんうん、そうじゃないんだと、野球のことを最も考えてるからこそここにやっぱメスを入れなきゃいけないっていうことを、やっぱり僕はお二人やっぱ繰り返しそれを主張されると、もっともっとこの本が広がっていくんじゃないかなっていうふうに思いましたね。それはメディアに対してもそうで、これ甲子園の批判本ですっていうふうに受け取られるかもしれない、はいはい、やっぱそこは朝日新聞のスポーツの記者たちにも分かってほしいのは、うん、野球が一番大好きなお二人が本気で高校野球のことを考えたいって思ってる本だと、やっぱそういうふうにやっぱ受け止める土壌は僕なくはないと思うんですよ。だからこれ、なくなればいいっていう批判じゃなくて、野球もっと良くしてこうぜっていうやっぱ本だっていうふうにやっぱ受け止められるような声出しっていうんですか、はい、野球で言えば声出しを僕らはしていきたいなって思いますね。そうですね、あの先月の終わりぐらいにですね、長田渚さんが主催しておられますあのスポ雑誌ですね、スポーツゴジラ、東京で配られている、うん、それ の, あのスポーツを語り合う会っていうのがありまして、うん、あの薬満さんであるとか元 NHK のスポーツセンター長の杉山さんなんか
がパネラーとして話されていて、私もそこに行って少し話したんですが、私の前に座っていた人が NHK の職員の方で、で私がこの温度宣伝をさせていただいたら、それが終わってからやおら自分のカバンから本を出されまして、もう買って読んでますよって言われたのが NHK の方だったっていうのが分かって、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、小林さんそれなんて嬉しいですよね。僕は会社に勤めたことがないんですけども、はい、私もそうです。朝日新聞とかの、一員だとすればね、はい、自分の会社がこういった重要な問題をあまりその世間にさらすことなく、そして下手をすれば自分も入社1年目はもう強制的にその取材をさせられて、何かその型にはめられていくっていうことにすごい違和感を感じている人は本来はいてもおかしくないんだけども、そういうことすらさっきのウォッシングじゃないけど、はい、甲子園の美学で全てその会社の色に染めてしまうということにまで使われているというか、なんかそれはすごい途方もない甲子園の魔力になっちゃってるのかなと思っちゃいますね。そうですね。今ではもうすでに亡くなられたんですけれども、塩田丸雄さんという元読売新聞出身の評論家の方がおられまして、その方に私一度やっぱり読売新聞の中にもアンチジャイアンツの方ってたくさんおられるんでしょっていうふうに言ったら、ああたくさんいるよ、でも何年か経つとね全部じゃ巨人ファンになるんだよっておっしゃってましたんですけれどもね、やっぱり会社の力っていうのはかなり強いなという気がするんですけれども。ここで元都立高校教諭野球部監督の長嶺功さんとお電話がつながってますでしょうか。長嶺さんいかがでしょうか。はい、もしもし。はい、ありがとうございます。もしもし、はい、聞こえました。はい、はい、私でよろしければお答えしますが、ありがとうございます、はい、ではここから、はい、玉木さんお願いします。はい、長嶺先生、はい、よろしくお願いします。玉木です。わかりました。慣れないもんで、はい、だいぶ止まっておりますが、大丈夫です、よく聞こえております。小林信也さんも横におられまして、小林さんとなんか2人で話を進めていきたいと思いますが、はいはい、まあ、割り込んでいきますんで、はい、よろしくお願いします。長嶺先生はやっぱり高校野球を今までずっと監督をされていて、これ一番良かったなと思われたのはどういった点でしょうか。やっぱり、まあ、はっきりと仲間とお互いに、はい、力を合わせて頑張ったということで、はい、が一番良かったというような感じで、仲間というのは指導者の仲間ですけども、高校野球研究会というのを立ち上げてやって、はい、そういうのでみんなで協力して、いいチームを作ろうよと、あるいは頑張るチームを作ろう、あるいはもう一つ、まあ、甲子園というのも目指してみようかというような感じでやって、はい、そういうことです。そのいいチームを作ろうとか甲子園を目指そうというところで、高校生の教育としては、はい、やはり野球っていうのはかなり有効だとお考えですか。まあはっきり言うとそういうのがあったから、はい、教育として、まあ甲子園というような目標を出したおかげで、あの当時、まあ、僕今からも実際監督やってたの20年前までですけども、あの当時までは非常に、はい、有効だったと思います。あの当時まではって言われたのはやはり最近かなり変わってきたっていうふうにお感じなんでしょうか。やはり、まあ、はっきり言えば子供が少なくなった、野球やる子が少ない、はいはい、それから先生方の、はい、まあ、先生っていう対象でやってますけども、指導者、はい、先生の指導者が働き方改革なんかでちょっと動きが取れにくくなっているというような感じが、ちょっとあまりいい感じはしないというか。なるほど。ただ、ね、もう一方で私立の学校なんかの監督なんかは働き方改革とかっていう、はい、あまり関係はないですよね。そのあたりはどうお考えですか。専任の方が多いと思うんですね。はい、形上は先生でも授業免除が多かったり、授業やらなくてもよかったり、はい、部活を優先というのがあると思うんで、
はい、そういうところがあるんであんまり感じないと思う。なるほど。そういう現状というのはどう思われます？私立の方がかなり、まあ、甲子園に向かうのには かなりの有利ですよね。もう、まあ、要するにほぼ私立大会にいずれなるんじゃないかと思いますけどこれはやっぱり不公平だということをお感じます？十分感じてはいます。はい、これは直した方がいいと思われません？うん、だけど逆らうのも僕自身のポリシーがあるんで、うん、やはりこういう強いチームにあのみんなで集まった連中で力を合わせて逆らってみようと、うん、いうようなのも自分自身の考え方の中にあるんで。なるほど。逆らってみようかという感じもありますけど。なるほど。 あったんですけど今でも。ああ、そうですか。そしたら今の甲子園大会の在り方っていうものはやっぱり今のままでも構わないっていうふうにお考えなんでしょうか？ですね、はい、変えるもんだったらいっぱい変えてほしいっていうのがある、ね。まあ、例えばどういうことのところでしょうか？やはりあの時間を、はい、あの練習時間を全国一緒になって、はいはい、3時間以内おで、あとは要するに練習試合も土日で1日だけ、はいはいはい、あと1日遊ぶ、はい、でそういう中でも野球はできると思うんです。強くはなる。なるほど。うんうん、だから、やはり先生方も多様な先生がいるけども、はい、それ を教育として捉えてやって、はい、まあ一人じゃ大変なんで、昔みたいに学大将の先生がやるんじゃなくて、はい、いろんな人が集まって3、4人で働き方も考えながらやっていっても方向性としてはいいんじゃないかと。だから先生も週1回は休むというような感じでやって、監督もというような感じで、複数生の指導者を作るというような学校、効率はと思ってます。なるほど。そう、今あの練習時間を1日に3時間以内、それにあの 1日練習すると休みの日を取るというような改革案をおっしゃいました。あの土日にどちらかね、半日でもいいから、はい、半日でもいいから、はい、要するにフリーの時間を与える。なるほど、うん、そういうのを言うのはやっぱり高野連の責任になるんでしょうか？まあ、そこまでだから僕はやってほしいんですけども、はいはい、だからあのこういうご時世ですから子どもたちがだんだんやっぱりね、はい、あの今も土日野球をまあ、指導っていうのかアドバイスに言ってますけども、はい、やっぱりだんだんあのそういう熱が弱くなってるわけです、野球やってるから。だからどうしてもどんどん少なくなっていくんじゃないかという気がするから、野球というのは楽しいですやっぱり、うん、だから楽しいからやっぱり他のことも楽しいこともあるかも分かんないけども、はい、やっぱりそういうのも高校生だったら少なくともメインは野球に置いていても、はい、だからちょっとした自分の好きなバンドでもいいし、はい、他の映画関係でもいいし、はい、他のあのことでもいいからやってほしいっていうのがありますね、はい、なるほど。他の文化部活動であるとか他の部活動と、あ、もう本当に部活動でいいです。なるほど、一緒にということですね。部活動じゃないとか多くなってますから、はい、野球一筋って言うんじゃなくて、マイクしか入れないし、はい、遠いところからはいっぱい来てるしっていうんで、うん、そういうのは、まあ、はい、だから野球とまた大学進学ともう一緒じゃないですか、そうなると。はい、海星あたりでも東京の子ばっかりじゃないですからね。ああ、 なるほどそうですね。点ではだから全国から集まってる、昔のエリアもそうだったですから、はいはい、うん、全国から集まっていた。だから野球もまあそれはもう私立はそういう場にやっていくんじゃないですか、また。だけど逆らうっていうのも面白いんじゃないか、うん、な。でも今おっしゃったような改革案というようなものはどこにどのように言えばよろしいんですかね？
だから一番どっかの一番いいの本当はマスコミがそういうご野球、はい、朝日新聞でも有名監督しか取り上げてなくて、こういうことに教育的効果があったとかというようなことを最近一月に 1,2 回出しますよね。はい、例えば興南の監督がこういうことをやってた、こんにちは精神をやってたとか、はい、吉田さんじゃなかったか、広陵の監督がこういうことをやってたとかっていうのをいろいろと出すんですよ、はい、うん、だからそういう点でどうもだからちぐはぐしてる部分があるんで、弱いところの学校のこともいろいろと言った方がいいんじゃないかと思うね。一郎の行動が面白いと思います。だからなるほど、まあそういうところこうやれなんかにも働きかけたい。パッと現れて、うん、1日だけ2ヶ月ぐらいマネージャーから電話があって、はい、行くかもわかんないと。なるほど、新宿高校で。そうしたらパッと、我々ジャーナリズムの、うん、責任もかなり重いんですが、小林さん、今の改革の話とか出てきました。これどういうお感じだったでしょうか。はい、長見先生ありがとうございます。はいはい、どうも。はい、今先生からね、素晴らしい改革案が出てきて僕は感激してますけど、でもそれを先生方が高野連にもし言っちゃうと睨まれたりするんですか、今でもやっぱり。それはね、だからそういうようなものを怖がるようなのはやはり連盟の方に顔が向いていくんですね。ああ、変なことを言うとあれだけど、僕なんか連盟とはあんまり最初は危険人物だと言われた人間です。でも僕がね、だけどこの人はなんか違うことをやってるというご縁でだいぶ評価はされたと思いますけど、先生の世田谷工業の試合もその周辺のね、うん、東京の高校野球研究会の皆さんの試合とか見に行ってると、一番彼らが到達できる近道は21世紀枠じゃないですか。そうです。でもその21世紀枠で選ばれるには連盟に覚えめでたくないとダメだから、余計なこと言うと選ばねえぞみたいなこと言われて萎縮せざるを得ないみたいな空気はあったと思うんですが、今でもそんな感じはありますか。ね、福島っていう小山大の監督、はい、東大に満塁ホームランを打ったのが福島の教え子ですけども、うん、つい最近東大が明治かどっかで、はいはい、満塁ホームランと、はい、子も福島の教え子、初めて、小山大の野球部から背番号好きなやつが東大に入ったんですよ。だけどあいつ福島は連盟に逆らってばっかりですから連盟表彰も受けない、それから甲子園行く時も逆らってやって、うん、それでもあの時は21世紀枠で行きた、うん、選ばれましたよね。まあ進学校で。でも それでもさ、まあ逆らうんだけど、もうこうしよう、うん、ああしようみたいな意見を言えるような雰囲気か、あるいは言ってもそれが変わるような、ね、だから言ってないですか。そういうのはないんですか今やっぱり。だからどうしてもやっぱり変な意味で言うと歴史と伝統と巨大組織ですね。うん。だから要するに、でもさっきの話聞いて、日本高野連、大阪の方がちょっと厳しいと思うんですけども、うん、日本高野連のご意向が大きくて、それについてのそういう力関係で、いや言えない部分っていうのはあるんじゃないですかね。だから大きすぎると僕なんか思ってます。だから逆らうしかないんじゃないかと。うんうん、そんなもんだと。だから組織に入んないで、どっかから要するにこういう新しいのが若い子たちで先生方でやっぱり出てくると思うんですよ。やっぱり逆らいたいっていうのが僕に、うんうん、そういうのを本当はバックアップしてるんです。実は無夏の甲子園はいらないという本を小林さんと2人で作って、今日がそれの出版記念の第8弾でですなんですが、島中さんにも本を読んでいただいて、はい、非常に褒めていただいたで、よろしいですか。
はい、そうです。そうですか。面白かったですね。ああ、そうですか。それですが、はい、僕が言いたかったことは全部書いてありましたから。ああ、そうですか、はい。ありがとう。そのあたりをまた詳しく聞きたいんですが、この島中さんに出ていただいたのは小林さん。小林さんが島中さんの中高文庫の本のコーヒーの鬼が行くという本を読まれて、非常に面白かったので、ぜひともこういう人に我々の本を読んでほしいというふうに思われて送られたところから始まったということですね。そうなんですよ。もう、はい、まあ、僕も失礼なんですけども、いきなりメールを送って本を送らせていただいて、はい、その時は島中さんは本を読むのに5年かかるとおっしゃったんですけど、はい、意外と早く読んでくださって、で読んだよという連絡をいただいてすぐこの番組の出演依頼をしてしまったという、大変失礼な中ありがとうございます。いやいや、島中さんは何か学生時代にと言っていいのかどうか分かんないですが、水泳部にもおられたということらしいんですが、はい、中学時代は陸上部でハイジャンプ、はい、高校時代の3年間は水泳部でバックが専門でしたね、はい、ああ、でもそうですか。で大学時代はちょっと恥ずかしいからあんまり言えないんですけど、はい、ちょこっとだけボディビルをやってました。ああ、そうですか、そうですかそれでまあ、スポーツに関係があるんじゃないかと思ったら、野球全然知らないからダメだよって言われたんですが、ぜひとも素人の方の意見、変な言い方ですね、関係のない方の意見、野球に携わっていない方の意見を聞きたいと思って今日出ていただきました。なるほど。ということで、忌憚のない意見をどんどん、はい、おっしゃってもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、わかりました、どうも。はい、スタッフのさん、スタッフの人、島中さんの本、親父の品格というの出ます？教師まだ出ません？ごめんなさい、出た。これ島中さんの本なんですが、この中で面白いキャッチボールのすすめという文章を書いて書かれまして、島中さん、キャッチボールっていうのが非常に心の通じ合いがあるっていうので面白いって書かれてるんですよね。そうですね、僕たちはもう20年間同じ団地の仲間たちと、はい、毎週近くの小学校の校庭でキャッチボールをしてます。あ、やっぱりキャッチボールっていうのはね、子供の頃も、はい、まあ、親とやったんだろうけど、やりました、ね、これはね、心の触れ合いなんですよ。そうですよね、ボールをパッと受けた時に相手の気持ちが分かりますよね。相手の気持ちが分かる ね、今日はちょっとお前調子悪いんじゃねえかとか、ね、そう なんかおかしいんじゃないのとか言うと分かりますよね。だからキャッチを通してやっぱりコミュニケーションを図ってるんですよね。そうですね、だから僕このキャッチボールが最近廃れてて、若い子たちはなんかサッカーばっかりやってて、ね、キャッチボールしなくなったっていうのはちょっと僕は寂しいなと思うんですよね。昔は道路やなんかでみんなやってましたよね。みんなやってました、丸の内 のオフィス街の前でやってましたよね、みんな。いや、お昼休みやなんか、ね、昼休みにやってました。そうですね、そういうことはもう野球のこと十分ご存知ですよね、小林さん。いや、もう今の話だけで僕らの鏡のような、はい、ね、そうですよね、はい、今キャッチボールをする場所がないっていうのがあって、そうだからいくら WBC で優勝しても子供は増えないんですよ。野球少年は増える余地がないんですよね。島中さんの書かれた本のコーヒーの鬼が行くという中央公論の中高文庫から出ている本を小林さんが実は読んで非常に感激されたと、うんうん、でそれでこういう本を書かれる方に我々の真夏の甲子園はいらないを読んでほしいというので送られたところが返事が来たところで今日の番組につながったわけですけど、小林さん、それでよろしいですか？はい、コーヒーの鬼が行くっていうのは、はい、吉祥寺にかつてあったモカという、はい、これ、はい、僕も有名なお店っていうのは知ってましたけれども、はい、そこの、しめぎゆきとしさんという、まあ、コーヒーにもう生涯をかけた、美味しいコーヒーに、まあ、かけた方、この方のお話を島中さんが、はい、まあ、丹念に取材なさって、はい、いろんな師匠であったりお弟子さんだったり、はい、ご家族に取材をされた、あ、まあ、ノンフィクションの本なんですね。その中には島中さんのコーヒーへの思いとか、はい、ご自身の感想も書かれてますけれども、はい、
まあ、僕もこういう本が書けたらいいのになと思いながら、それと甲子園がどこがつながったんですかね。いや、あのね、やっぱり、はい、ある意味、清水さんって高校球児っていうか、高校野球の監督みたいなとこあるんですよ。要するに、もう一つのことに人生かけちゃってるわけですよね。それでもう家族も何も、まあ犠牲にというか、もう目に入らないという、一つの価値観をもう命かけて追求した。だからそれはすごく肯定的な、こう僕らから見たらすごい人がいたんだなと思うじゃないですか。はいはいはい。だからそういう意味では高校野球にかけたあの名将なんていうのは、まあ、これまではずっと素晴らしい生き方をした人っていうふうにもうずっと言われてきてたんだけど、マスコミにはそう言われてきましたね。はい、ちょっと見方を変えるとあれ、はい、っていうところがある。だけど僕らのやっぱり胸に響くものは当然あるんですよね。で、その辺を、まあ、一つ違い大きな違いがあるのは、清水さんはご自身にそれを強いていたわけで、強いてたという、はい、ご自身の修行としてそれをやってらっしゃったわけで、はい、それというのはコーヒーを美味しくするということですね。はい、高校野球の場合は監督が選手に強いるっていう、そこは高校にやらせる違うのかなと思いながら、その価値観だから僕らは高校野球おかしいんじゃないかとは言ってるんだけど、でもその一つのことに打ち込む人生ってやっぱりこうして本を読ませてもらっても心に迫るものがあるわけですよ。だからその辺をね、島永さんに送りたいかなと思いました。その辺なんか僕らの主張としては、マスコミの考え方は間違ってますよと、高校生使ってやってるだけじゃないですか、それはちょっと違うんじゃないですかって思うんですけれども、さて島中さん、我々の本を読んでいただきまして、どの辺が一番面白かったと思われましたですか。やっぱりね、甲子園は、はい、さっきも言ったように太田工場のああいうネットの、ね、はい、甲子園っていうような感じで見てた口で結構拍手を送ってた口ですからね、はい、彼が270球を投げたとかそんなことを後で知ったことで、はい、その時はね、みんなの感動してるわけですよ。そうです、私もそうでした。もちろん そういうのにやっぱりね、今から思えば手を貸してたのかなと思って載せられちゃってね、はい、だからそういうちょっとね、自分の中ではじくじたる思いがあるんだけど、やっぱりそのあくまでね、高校、これ部活ですからね。部活、そうですね、部活でですよね。はい、ね、部活であり教育の一環だろうから、はい、それをはるかに超えちゃって、なんかもうこう勝利至上主義って小林さんも言ってたけど、はい、勝利至上主義的なものがなんか鼻につくくらい出てきちゃってね。そうですね。が監督のあれがもう顎で使われて、選手たちはもう消耗品のように使われて、ね、それはちょっと僕はもう一つの興行ですからね、これは。興行に加担している新聞社、メディアとかね、そのようなところは、ちょっと反省してほしいなと俺は思うけどね。なるほどね。私も甲子園の周辺でいろいろ甲子園のファンたちに、取材もしたことあるんですけれども、うん、その時におばさんの、はい、おばあさんでしたね、言われたことが一番面白かったのは、甲子園反対だっていう人いるけれども、あれはどうせ見せ物出しちゃろうっていう、見せ物は面白ければいいんじゃないですかみたいなこと言われたら、すごいなこのおばはんはっていう感じがしたんですけれども、そういう動き方で回ってますよね、島中さん。見せ物は見せ物だっていうのは、まあこっちも分かるんだけど、こういう演出もまたうまいもんだから、まあ、ってね、それに加担しちゃってるんですけど、やっぱり選手の健康とかね、はい、考えると、やっぱ高校生の域をもうはるかに超えちゃって、はい、肩をあんな肘だとか肩壊しちゃって、この子の将来どうなっちゃうのかとかね、あとはもう野球漬けになっちゃって勉強全然してなくて、この子将来どんな仕事するのみたいな、そこまで考えるっていうのはちょっとね、やりすぎじゃないかなと私は思う。なるほどね。そのあたりを小林さんと私が書いたんです。小林さん、はい、下中さんは出版社でね、はい、勤めになっておられた立場で、僕らが不思議に思うのは、
一つの価値観だけに支配されてるじゃないですか。甲子園そこに出るのは素晴らしいということばかりが高校で野球をするともう受け入れざるを得ない。でも高校で野球をしてる子供だ高校生だって俺は別に甲子園なんかどうでもいいよって言う人がいたって当たり前なのに、今の日本ではそういうことさえ言えないし、からメディアもそういう価値観を提示したりって絶対ないんですけど、やっぱり甲子園にぶら下がってた方がいいかみたいなそういうムードはメディアってやっぱあるんでしょうか。やっぱりそうでしょうね。それはマスメディアも雑誌メディアもそうでしょうね。島中さん、はい、やっぱりメディアっていうのはどうしてもやっぱりなんて言いますか、大きな波に乗るというところあるんですかね、甲子園に乗っちゃうっていう。だから僕山本夏彦の本も書いてるんですよ。はい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 、はい、読者でありコラムニストの山本夏彦で、彼がね、はい、甲子園のあれを見て、ああ角材が走ってるって言ったんですよ。何が走ってる？要するに攪拌材料なんですよ。攪拌材料、要するに新聞の攪拌材料。一生懸命汗流して走ってるぞって言ってちょっと揶揄したんですよね。ああ、そうですか。僕はそれすごくわかるんだ。はいはいはい。朝日さんとかね、はい、まさに攪拌が走ってくれているみたいな。そうですね。新聞の攪拌材料としての甲子園っていうのはやっぱりかなり大きなものがあるでしょうね。そうですね。だからちょっと、はい、で甲子園という病っていう本を書いてる方もいらっしゃるでしょ。はい、そうですね。私も対談しましたし、この番組も出ていただきました。藤原さんね、はい、の本を覗いたんだけど、その中にある選手曰く、今まで野球をやってきて楽しいと思ったことがない、はい、この発言があるんですよ、はい、これでね、これ問題ですよね。今まで野球やってて楽しいと思ったことがない、はい、そういう単なるスポーツじゃないですか。楽しまなきゃダメですよね。そうですね。甲子園はちょっとその辺が異常です。異常ですね、うん、大人の思惑にちょっと操られすぎちゃってる、かわいそうです高校生が。なるほど。後でお伺いすることになると思いますが、内田先生は最近この現代スポーツ評論という雑誌の中に出られて、オプエドにも登場してもらっている島澤優子さんと、まあ、対談ですね、ほとんどという形で、早稲田の先生が司会をされてますけれども、中学生の部活のアウトソーシングの話やなんかをこの中でやっておられます。で、高校野球の本を我々が出したもので、高校夏の真夏の甲子園はいらない、果たして高校野球っていうのは部活なのかどうかのかっていうのを今日は大きなテーマにしたいなと思っていたんですが、内田先生、早速一言だけお願いしますが、今の問題提起についてはどう思われますか。はい、まさにこの甲子園、まあ、高校野球ですね、はい、まあ、部活の中の加熱しているものでは最たるものであります、はい、その加熱っていうのは単に大会が盛り上がるだけじゃなくて練習量も含めてですね、はいはい、だから、まあ、部活を象徴するものとして、果たして、はい、まあ、高校野球は変わらなければ多分何も変わらないって言っても、高校野球をどう変えていくかっていうのは本丸だというふうに思ってます。なるほどね。いや、私自身はバドミントンという競技でインターハイに出たことがあるんですが、その時のインターハイなんていうのは、インターハイに出たよって家帰って親父に言ったら、なんだそれと言われて、そのまま夏で出てみんなで喜んでただけだったんですが、今はインターハイなんかでも親御さんがものすごく来るらしいですね。なんかインターハイを開催するのがものすごく難しいと、すごく旅館も用意しなきゃいけないという、内田さん、この肥大化みたいなの本丸に甲子園があるということなんですね。そうですね、本当に。だからもちろんインターハイもそうだし、今小学生のですね、はい、いろんな大会も保護者がやってきて、もう保護者で応援練習までやってるっていうようなことになってますので、もうむしろなんか高校野球的なものがいろんな領域に広がってるぐらい加熱が進んでるのかなっていうふうにも見えますね。それでスポーツ庁とか文科省自身は中学校の部活を、まあ、アウトソーシング、分かりやすく言えば要するに外に出そうと、
要するに 各地域のクラブなんかに任せようなんていう声が出てるんですが、内田先生はそれどう思われますか？これは何よりも重大な理由っていうのが、教員がこれまで平日の夕方から夜、はい、そして土日含めてほぼただ働きのような形で部活を担ってきたっていう、はい、この労働上の問題っていうのは非常に大きいんですね。あ、なるほど。またそれ、まあ、そういう中で加熱も進んできて、はい、まあ、なんとかまずは教員の長時間労働に一手を打つということで、まあ、アウトソーシングということなんですね。だからアウトソース外に移行したからといって、はい、ここで部活の加熱が止まるかどうかって実は別問題。あ、教員の長時間労働は確かに解消される可能性は高いですね、はいはいはい、でも外に行ってよりそこで加熱する可能性って十分にあるので、 これを機にやっぱりスポーツってそもそも学校のスポーツって何なんだっていうことを含めて、もう根本から変えていかないと、ただ移行しますでは、まあ、加熱もそのまま移行するだけになるのでなるほど、すごく注意が必要だと思いますね。私なんかが中学高校の時代は、中学は私関西に住んでましたけど、近畿大会までで、全国大会はなかったんですよね。で、高校になってから全国大会があったし、もちろん小学生の全国大会なんかなかったんですけど、今は中学校もあるみたいですね。そうですね。だから本当にその全国大会にもともとはね、それこそ、はい、高校野球もそしてインターハイも、はい、そして全中中学校の全国大会、そして小学校の全国大会でさ、はい、最初一歩踏み込む時っていうのは、いやいやそんなことしたら競争が激しくなるでしょう、あるいは、はい、まあ、大会が商業化されるでしょうって、はい、いろんな形で教育上のブレーキがかかるんですね。かけつつも、でも盛り上がりに負けていって、教育的な側面がだん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 後退していくっていうのは、これ全ての競技、全ての学校段階で言えることなんですよね。だからもともとはブレーキはかけてたはずなんだけど、やはり盛り上がっていくとそのブレーキが効かなくなってくるっていうのは、高校野球だけではなく全てにおいて言えるのかなと思います。なるほど。盛り上がっちゃうと止まらないっていうこと、どうにも止まらないっていうことですね。小林さん、はい、どう思われますこれ？今お聞きしてて、はい、結局競技ごとにね、他の競技が全国大会やってるのに、自分たちはやらないってなると、はい、ますますマイナーになっちゃうぞみたいな危機感があると思うんですけど、じゃあやったからメジャーになるのかって言ったら、あんま変わらないわけじゃないですか。だからもっとやっぱりね、本当にどうあるべきなのかっていうのは、それぞれの競技もそうだし、まあ考えた方がいいですよね。この番組の冒頭に内田さんがおっしゃっていただきました、中学生の部活動を今外部に出そうということをスポーツ庁文科省が、提唱していますけれども、その部活の中の象徴的な中央に位置しているのが甲子園高校野球ではないかという話があったんですけども、これを直していくのにアウトソーシングって言ったら、今甲子園に出ている強い高等学校はほとんどアウトソーシングみたいなもんなんですよね。合宿場を特別に作って、外部から監督を雇って、ということになっているんですが、これはやっぱりアウトソーシング的だと言っていいんでしょうか、内田さん。確かに今言われてなるほどと思いました。いや、もう全て外から成り立ってますよね、選手も、ね、そうなんですよ、なるほどね。お答えになるかどうか分かんないですけども、はい、まあ、スポーツのあり方っていう観点から答えると、まあ、めちゃくちゃ練習してですね、はい、で、まあ、甲子園目指して、まあ、それも よかろうと、はい、でも大事なのは、今学校の部活の問題点っていうのは、全国大会を頂点した大きなピラミッドにみんなが巻き込まれてきたことなんですよね、はい、まずもって、はいはいはい、だからもう本当に1回戦負けの、毎回1回戦負けの人だって、とにかく大会に参加すると、はい、そしてまた部活の中では上級者とか、初心者も一緒にやる、でこれが、はい、まあ、それぞれメリットデメリットありますけれども、もうとにかく全国大会のにみんなを組み込まれていくっていうところが僕問題だと思ってるんですね。で、それは一部は
めちゃくちゃガチでやりたい人はやればいいし、当然メダルを目指したい人たちっていうのは、はい、それは民間のスポーツクラブでもいいんですが、お金をたくさん月謝を払って、そして育成されていくっていうルートは、まあ、それはあっていいんだろうと。はい、で、まあ、それが今、高校野球の場合には、民間の私立学校になってるわけですけれども、はい、そこに巻き込まれていく仕組みが一つの問題だろうな、うんうん、もちろん加熱そのものもブレーキをかけるべきですけれども、と同時にみんなが巻き込まれる仕組みをまず解体していかなきゃいけないかなって思います。なるほどね。小林さんいかがですか。いや、まさにそれをみんなを巻き込んじゃう象徴が甲子園なわけですよね、うん、はいはいはい、で甲子園というあまりにも大きなその目標があるために、うん、本来そこに届かないだろうとか、うん、そこが僕らの目的じゃないよねという、そのもっと楽しみたい高校生も今牛田さんが言われたようにその甲子園を目指す図式の中に巻き込まれていくっていう、これを誰もその僕そこからは抜けますって言えずに100年以上続いてることに何か一石を投じたかったっていうのが、まあ、僕らの本の一つの目的でもありますよね。そうですね。私この最近その甲子園という名前があらゆる ところで使われていることをいろいろ考えてみて、関西のテレビ局では高校生のカレーを作る選手権をカレー甲子園と呼んでますし、ダンス甲子園も生まれましたし、なんかいろんな甲子園があって、なんで甲子園という名前がそんなにつけられるのかなっていうのを今小林さんの話聞きながら分かったんですよ。要するに巻き込みたいわけですね、みんな、うん、甲子園って言ったらみんなを巻き込めるわけですよね甲子園、やっぱり甲子園ってのはそういう意味では、うん、ある意味ですごい野球場なんだなと思いまして、ちょっと私喋ってしまいますけれども、実は甲子園は高校野球のために作られた球場で、で一番最初鳴尾球場とかでやっていたものを、観客が多くなったんで全国中等学校野球大会戦前ですね、その阪神電鉄が新たに球場を作りたいと自分の敷地にですね、その時に、次期社長と言われる人をがアメリカに留学していて、その人を呼び返して作らせたのが甲子園なんですよね。そのアメリカでその人ボストンにいて、ボストンのフェンウェイパークでずっと野球を楽しんでいて、野球を作るならばこんなものを作らなきゃいけないと思って作ったらしいですよ。それで甲子園は外観が建物のようで、大リーグの球場みたいにできてるんですよね。でそれを見た他のプロの球団たち、プロ野球が始まるときに後楽園球場を作るときに、こんな入り口はいらないと、棒で観客席は支えればいいんだと、パイプでというので後楽園球場ができて、後楽園方式が世界 に日本に広まったというようなことを読んだのを思い出しました。小林さん、うん、そんな感じですよ。ああ、なるほど。甲子園の魔法がその辺にあるのかなという気が、うん、まあ巻き込むということは商業主義そのものですよね。あ、そう、そういうこと。内田さん、あと内田さんにお伺いしたいなと思ったのは、番組の最初に内田さんがおっしゃったことで、はい、僕ちょっとハッドキッとしたのは、僕なんかもこの本でいろいろ批判してるんですけども、僕はどのスタンスに立って批判してるんだろうとちょっとよく分かんない感じになって、うん、内田さんのように部活動というスタンスで徹底してその現在の高校野球を見たら、うん、もう明らかにおかしいからこれなしねっていうのはどんどん浮かび上がってくるような気がしたんですよ、うん、だってさっきも話ありましたけど、部活動なんですよっていうその前提に立つと、うん、おかしいことありすぎですよね練習時間の問題から練習日程の問題から大会の問題から、内田さんどうですかね今僕もお二人の話を伺って、とりわけこの本でもそうですけれども、その、はい、小林さんが野球やってるって言えば甲子園に行ったかどうかが次の質問になってくるって、はい、確かにここまで、まあ、さっきのカレー甲子園もそうだけど、はい、甲子園っていう言葉がここまで象徴的になってくるっていうのはどうしたんだろうなって、部活の中でも特徴的ですよね、ここまで盛り上がるんです。で、ふと思ったのが、吹奏楽は不問館っていうのが福島県に、はい、吹奏楽の聖地みたいなところがあったんですけど、それ、はい、
建物が老朽化して壊して、で今名古屋でやってるんですよ。何年後かやってんのかな、はいはいはい、あれどうなったんだろうと思ったら、そう、聖地としての不問館っていう建物は今どうなったのかなってちょっと気がかりですけれども。そうですか。だからいや、そのそんなに、でも不問館はそんなにフレーズとして出てこないし、でも何気に移行して名古屋でずっとやってるんだとしたらできるわけですよね。あの甲子園はもうみんな甲子園から離れられないと思ってるけど、離れたら離れたでやってるんだったら、そういった事案も考えながら、甲子園のこの何かあまりもシンボリックになっちゃっていることの弊害って非常に大きいなと思いましたね。真夏の甲子園はいらない、出版記念第10弾、なぜ日本のサッカーは野球よりも上になったのかと題してお話を伺ってまいります。玉木さん、お願いします。はい、なぜ日本のサッカーは野球よりも上になったのか。で、私も、今大隅さんが実は首をちょっとひねっておられましたが、私も小林さんもサッカーの方が上と言っているんですが、それの一つの例を挙げたいのは大隅さんの東京新聞に書かれた記事なんですよね。ワールド杯7度の 参加の用具係の方の記事を書かれているんですけれども、麻生秀夫さんでよろしかったですかね。はい、そうです。麻生秀夫さん、はい、もともとはあの横浜フリューゲルズの用具係から始まって、日本代表の用具係をされているんですが、この方が日本スポーツプレス協会 AJPS の本年度の AJPS アワードに選ばれて表彰された。その表彰の内容がスポーツを陰で支えるアンサングヒーローに選ばれたということなんですね。大隅さん、それでよろしかったですか。はい、はい、間違いないです、ね。はい、こういう表彰制度っていうのがあるサッカー界はすごいな。いや、これはサッカー界じゃなくて、まあ、いろんなスポーツから選んでいるんですけど、毎年やってます。そうです、はい。特にサッカーでこれが やってるわけじゃないわけですね。いや、サッカーでは、今年はたまたまそのサッカーの人だったということだけですね。なるほど。はい。あの、1993年に J リーグが生まれたとき、私はあの、日本の外国人記者協会、特派員協会の方じゃなくて記者クラブの方に呼ばれまして、韓国の記者から相当いろいろ質問を受けたんですね。というのは、韓国はいろいろ経済も良くなってきて、だんだん国社会が発展してきて、やっとプロ野球ができて、野球にサッカーから野球に変わってきたのに、どうして日本は今頃野球からサッカーに変わるのかって言われて、これはね、なかなか難しい問題で、それは単に経済的な問題だけではないだろうというような話したんですけれども、これ大隅さんどう思われますか、このあたりは。そうですね、あの僕は思う、その、はい、プロ野球っていう組織がもし J リーグみたいに全国至るところにチームがあると、それでいろんなブロックであるとか、はい、それからディビジョンに分かれてやっていて、もう広くどんな小さな町でも自分のところのプロ野球のチームがあって応援してるっていうのがあったら、 J リーグは非常に厳しかったと思うんですよね。なるほど。でところがプロ野球は全国的なメディア、テレビ、新聞に非常に、まあ、おんぶに抱っこというか、 両側にこうウィンウィンだったんだと思うんですけど、お互いにそのプラスになるんで、その全国的な メディアだけに乗っていた、うん、そういうところを、まあ、川淵さんは本当に目ざとく見つけたと思うんですけど、はい、そういうあり方ではなくて、ヨーロッパのサッカークラブのような、その各町に根ざした、うん、プロのスポーツを作ろうということで、やりましたよね。それで、J リーグがなんとか、こう30年やってくることができた。はい、それに、従ってというか、まあ、追随して、いろんなプロの、スポーツのリーグが同じような形で、うん、まあ、例えばプロ野球の基準から言ったら、もうとっても成り立たないようなところで、はい、しっかり地元に根付いて応援されて、うん、喜ばれて、まあ、選手もやりがいを持ってやっていると、うん、そういう、まあ、バレーボールもそうですね、そういうことがやっぱり、はい、ナショナルチームの強化にもつながってるわけで、なるほど、すごくそのプロ野球が、まあ、言ってみれば、巨大メディアの上にあぐらをかいていてくれたおかげで、
日本の今のいろんな他のスポーツがあるっていうような気がしますね。そうですね。野球界がその巨大メディアの上にあぐらをかいたでしょうけれども、うん、巨大メディアの方も野球界をちゃんと自分たちで抱え込んじゃったというようなところはあると思いますね。はい、ただあのそれで全国に散らばってクラブがあったらいいのにっていうのものを形だけは高校野球がやっぱり取っちゃったって言いますかね、うん、全国でもう今昨日だったかな一昨日だったかなうちにも配られてきたタウンページというあの新聞にですね、神奈川県予選の抽選始まったあった鎌倉市の高校は何月何日に、初戦が始まりましたずらっと出てましたけれどもね、やっぱり すごいなと思いましたけれども、うん、小林さん、はい、高校野球のこの担ってきた野球が担えなかった部分を高校野球がこう担った部分ってありますよね、これは。そうですね、J リーグの成功の一因ってやっぱりヨーロッパを手本にしたってことだと思うんですよ、はいはい、でいろんなことをもうすでにヨーロッパで成功しているものを日本でもすんなり導入したっていうのもいっぱいあってね、はい、本拠地制もそうだと思いますし、うん、で野球はどうかというとメジャーリーグというお手本があったのに真似をしなかったわけですよね、はい、そうですね、大隅さんおっしゃったもうアメリカではもう全部とは言いませんけどかなりの小さな町までそのルキーリーグみたいなね、うん、ことものも含めていっぱいそのオラが町のプロ野球チームあるんですよ、はい、で日本はおそらくそうすることで自分たちの利権をその分配したくなかったのかその12球団だけがそれをこう抱え込んじゃっていた、うん、でそれに対するその実際にはニーズがあったので高校野球がその役を担っているというふうな図式じゃないかなと思うんですよね。なるほど。でも本当だったらそれを高校野球にその担わせるのではなくて、うん、やっぱプロのチームとして発展させる方がまあ健全だと思うんですけどね、うん、まあ、最近は野球もいろんな地域のリーグ戦も始まりましたし、うん、そういうところがどういうふうにこれから、コンビネーションプロとうまくやっていくのかと思いますが、どうもプロ野球はメジャーのことを誤解しましたね、うん、誤解の一番最たる例は私はニューヨークヤンキースの帽子だと思ってるんですよね、うん、あれ NY っていうのはニューヨークヤンキースの略だと思っちゃったんですよねあれニューヨークの略なんですよね別にニューヨークメッツも NY ですしね、ロサンゼルスドジャースは LA ですしね、ですからそういう妙な誤解っていうのは結構野球に関してはあって、どうもうまくいかなかったのかなっていう気もしております、うん、さあ、これから大隅さんから聞こうかな、はい、野球界に何か教えてあげてください。いや、どうしたらずっといいです、サッカーのように面白くなりますよということを。まずあれですね、プロ野球に二部リーグ作ることですね。あ、入れ替え戦をすることですね。あ、うん、で競争を激しくするってことですね、 J2 みたいな、はい、そうですね。チーム数も増やして、東京六大学もそうですけど、はいはいはい、ああやって固定でリーグだって言ってる人たちの気があんまり知れないですね。ああ、そうですね、うん、伝統だって言いますけど、実際はもうお互いにぬるま湯の中でやってるだけですよね。